マオリ語は、ニュージーランドの先住民族、マオリの言語で、東ポリネシア諸語の一つ。クック諸島マオリ語、トゥアモトゥ語、タヒチ語と深い関係があり、1987年には、ニュージーランドの公用語の一つに認定された。同言語を使用する人の数は1945年、移行急激に減少した。しかし、マオリ語を再活性化する取り組みが、 この現象を食い止め、2015年頃から勢いを盛り返した。現在はテレビ放送でも使われるなど活力を取り戻している。2013年に実施された国勢調査によるとニュージーランドの人口の3.7%にあたる約14万9000人がマオリで日常会話をすることができたという。 2015年の時点で、マオリの成人の55%が何らかの言語に関する知識を持っていると報告している。しかし、これらの話者のうち、自宅でマオリ語を話すのはわずか64%で、非常に流暢に、もしくは流暢に言葉を話せるのは約5万人に過ぎない。マオリ語には独自の文字体系がなかった。1814年頃から来た。 宣教師は、マオリ語を学んで話し、ラテン文字を導入した。1817年、ティートレと彼の年少の親戚のトゥイマタは、トゥパヤとしても知られるがイギリスへ渡った。ケンブリッジ大学のサミュエルリー教授を訪問し、マオリ語の文法と語彙をまとめるのに協力した。ケンドールは、1820年に、本義彦と相方と,と共に、ロンドンに旅したが、その中で、 リー教授が、この言語の音声学的表記を整え、ファーストグラマーボキャブラリーオブザ、ニュージーランドランゲージ、ニュージーランド語の最初の文法と語彙が出版された。ただし、英国製公開宣教協会の宣教師たちは、この本を高く評価しなかった。1830年までに、CMS の宣教師たちは、マオリ語の聖書法を修正した。 例えば、キディキディは、現代の綴りでは、ケリケリになった。マオリ語は、母音の長短を区別する。現代の文章では、通常長母音にマクロンをつける。古いテキストでは、長母音を二重の文字で表現するものがある。最近の例外については、以下の、長母音を参照。マオリ語に由来する、英単語は、マオリ語の表記で綴られる。ニュージーランドでは、 マオリ語を、でレオ・マオリ。マオリ語の略称の、て、レオ、t。言語と呼ぶことが多い。ニュージーランド以外では、マオリという綴りは、一般的用法でも言語学的用法でも、英語の標準となっている。マオリ語の綴り、マオリは、ニュージーランド英語、特にマオリ特有の文化的文脈において、近年に一般的になってきているが、伝統的な英語の綴りは、 一般のメディアや政府機関で広く使われている。英語での好ましい発音と代替的な発音は辞書によって異なり、マリが今日最も品質し、エムリ、メートルリ、アンド、メートルリという発音もある。ニュージーランドには英語、マオリ語、ニュージーランド手話の3つの公用語がある。マオリがこの地位を獲得したのは1987年に、 マオリ言語法が可決されてからである。ほとんどの政府省庁には、例えば内務省のテタリタイウェニアのように、マオリ語の名称が付けられている。地方の観光庁や公共図書館などでは、二言語表記の標識を掲げ、二言語表記の便箋を使用している。ニュージーランドポストは、マオリ語の地名を郵便上の住所として認識している。 政府機関との交渉は、マオリ語で行われることもあるが、実際にはほとんど常に通訳が必要であり、その日常的な使用は、マオリ語の流暢性が高い、限られた地域や、公開競技などのより正式な機会に限定される。ニュージーランドは、次第に、マオリ語での名称であるアオテアロアと呼ばれるようになってきているが、元来は、ニュージーランド北島のみを指す語だった。 ニュージーランド議会では、マオリ語での発言を希望する議員のために、通訳が待機している。1994年、イギリスの枢密院司法委員会による裁定で、ニュージーランド政府は、ワイタン議長役による、言語保護の責任を負うことになった。したがって2004年3月以来、政府は、マオリ語で、部分的に放送される。 マオリ TV に資金を提供している。2008年3月28日、マオリ TV は広告や字幕なしでマオリ好みで放送される第二チャンネルデレオを開始した。最初のマオリ TV のチャンネルであるアオテアロアテレビジョンネットワークは1996年からオークランド地域で放送されていたが1年間しか続かなかった。 2008年にラントインフォメーションニュージーランドが初のマクロンを付け20ボインを表記した公式の地名リストを発表した。以前の地名リストはマクロンを処理できないコンピュータシステムに由来していた。1895年から1909年までワイアップ指標を務めたウィリアム・レオナルド・ウィリアムズによるマオリ語の最初のレッスンの1930年の版で 1862年に初版が出版された。伝説によると、マオリはハワイ機からニュージーランドにやってきた。現在の人類学の学説では、その起源はポリネシア東部、おそらく南クック諸島、またはソシエテ諸島地域にあり、彼らは遠洋航海用のカヌーを使った計画的な航海で到着したとされており、おそらく船体が二重になっており、おそらく 小船仕掛けであったと思われる。これらの入植者たちはおそらく西暦1280年頃に到着しただろう。彼らの言語と方言は19世紀まで孤立した状態で発展した。1800年頃からマオリ語は激動の歴史を迎える。ニュージーランドの主要な言語としてこの時代が始まった。1860年頃には入植者、 宣教師、金の採掘者、商人の多くが話す英語の陰で、少数言語となった。19世紀後半、ニュージーランドとその地方の植民地政府は、すべてのニュージーランド人のために、英語スタイルの学校制度を導入した。1800年代の中頃から、学校でのマオリ語の使用は、西欧化を進めるために、先住民学校法とその後の先住民、 学校法によって徐々にカリキュラムから外されていった。マオリの英語学習者は増加していた。第二次世界大戦まで、マオリのほとんどは、マオリ語を大一言語としていた。マオリ語で礼拝が行われた。マオリが家庭で話す言語として機能した。マオリの政治家たちは、マオリ語で政治集会を開き、いくつかのマオリ語の文学作品が多くの新聞に登場した。 1880年以前には、マオリの議員の中には、議会の進行が英語で行われたために不利益を被った人もいた。しかし、1900年までには、アーピラン型をはじめ、マオリの議員は、全員が流暢な英語を話す、大学卒業生となった。この時期から、マオリ語を話す人の数は、急速に減少し始めた。 1980年頃には、マオリの人々のうち、ネイティブスピーカーと呼べるほど言語を話す人は20%にも満たなくなっていた。それらの人々の多くでさえ、もう家庭で、マオリ語を話さなかった。その結果、マオリの子供の多くが、祖先の言語を学習できず、マオリ語を話さない世代が生まれた。1980年までに、 マオリの政治家たちは自分たちの言語の喪失の危険性を認識し始め、1982年から幼児がマオリに幼児期から学齢期までつかる、コハ半ガレを運動のようなマオリ5回復プログラムを始めた。1985年には最初のクーラカウパパマオリ、その後最初のオークラが設立された。1980年代と1990年代、 前半から半ばにかけて本物のマオリ語の復活があった。話し手がほとんどいないことが分かったことや都市部と農村部の両方で年配の流暢な話し手が相対的に多いことで拍車がかかったにもかかわらず言語は衰退し続けている。この現象はいくつかの根本的な原因があると考えられている。それらはパートナーシップの原則。 マオリゴに関する政治、一般的な再活性化と、方言保護政策、適切な資金調達に基づき、ワイタンギ審判所は、4つの根本的な変更を、推奨した。テタウラ・ウィリーは、マオリゴ部門の主導機関となるべきである。これは、監査総局によって特定された、所有権と指導権の欠如によって引き起こされる、問題に対処するものである。 テタウラ・ウィリーは政府とマオリから任命された者を対等に任命することによって政府とマオリの合同組織として機能すべきである。これはマオリと方向性を決める責任を分担しなければ言語の復活がうまくいかないという有料を反映している。テタウラ・フィリーも力を強化する必要がある。これにより 公共機関が組織の再生に貢献せざるを得なくなり、主要機関が採用する戦略について、適切な説明責任を負うことが保障される。例えば、マオリ語教員養成の目標を達成し、マオリ語を含む教育カリキュラムを承認し、マオリ語話者が十分な数、または十分な割合いる、地方公共団体やマオリ生徒が一定割合いる学校は、 マオリ語の計画を承認のために提出しなければならない。また、これらの地方公共団体や学校においても、いいに相談して、計画を立てる必要がある。こうすることで、ゆいは自分たちの地域でのマオリ語の再活性化に、中心的な役割を果たすようになるだろう。草の根で言語を促進する努力を、これによって奨励するべきだ。 審判所によって示された変更は単なる推奨であり、政府を拘束するものではない。しかし、学校のカリキュラムでのマオリ語の指導、教育言語としてのマオリ語の使用、及びこれらの取り組みを支えるイデオロギーに見られるように、再活性化の取り組みが定着しつつあるという証拠がある。2014年、18から24歳の学生を対象に調査が実施された。 学生はパケファからニュージーランドに住むマオリまで様々な民族的背景を持っていた。この調査では62%の回答者がマオリ語が危険にさらされていると答えた。オールバリーはこれらの結果は言語が共通の会話で十分に使用されていなかったか、または話者の数が将来の言語開発に不十分であったという事実から来ていると主張する。 言語再活性化のための政策は、マオリ語の使用を改善しようとする、試みの中で変化しており、再活性化を実施する最善の方法について、ワイタンギ審判所からの提案に取り組んでいる。ワイタンギ審判所は2011年に、先住民政策を中央政府から、マオリの思考やイデオロギーに移行させる言語活性化の提案を確認した。この変更は、 マオリの再活性化の問題をニュージーランドの言語とマオリにとって何が最善かを特定するという政府の仕事としてではなく先住民の自己決定の一つとして認識していることを意味する。マオリ語は2015年頃から共通の国会遺産として次第に人気が復活し、マオリにルーツを持たないニュージーランド人の間でも人気が高まった。 2018年からの調査では、マオリ語は現在、マオリ社会で高い地位を享受しており、また、マオリ以外のニュージーランド人の大多数が積極的に受け入れていることが示されている。その地位と名声が高まるにつれて、マオリ語教室への需要も高まった。マオリ語を使用することで顧客が会社を、ニュージーランドに献身的であると考えるようになった。 こことが明らかにになったたため企業はこの傾向をすぐに取り入れたマオリ語はメディアや政治でますます聞かれるようになった。娘にマオリ語のミドルネームを与えたジャシンダ・アーダーン首相は2018年にマオリのことわざでイギリスの政治家たちに祝杯をあげて話題となりエイリアン・ウェポンリーやマイモア・ミュージックなどのマオリ音楽グループの成功は マオリ語のソーシャルメディアでの存在感をさらに高めた。東ポリネシア諸語の主なサブグループ比較言語学者は、マオリ語をポリネシア諸語として分類する特に、東ポリネシア諸語に属するタヒチ諸語の言語であり、タヒチ諸語は南部クック諸島で話される、クック諸島、マオリ語とタヒチ島及びソシエテ諸島で話される、タヒチ語を含む。その他の、 主な東ポリネシア諸語の言語には、ハワイ語やマルキーズ語、イースター島のラパヌイ語がある。上記は、すべて別個の言語であるが、1769年から1770年に、ジェームズ・クック船長と一緒に旅行した、タヒチのトゥパイアがマオリと、効果的に、意思疎通したという点では、それらは、十分に類似している。同様に、1947年に、 テランギヒロアが北ケープから北北西に約4400キロ離れた小さな干渉であるカピンガマランギ干渉を訪問したとき彼らの言語がニュージーランドマオリごと非常に似ているので通訳が必要ないことに驚いた映画モアイの謎を制作するためにイースター島に行ったマオリの俳優たちは現地の言葉の著しい類似性に注目した同様に アートキュレーターのルーベン・フレンドも認識可能な単語に異なる語彙や異なるニュアンスを見つけるのに短い時間しかかからなかったと指摘している。現代マオリ語を話す人たちは外してラトロンガ語を含むクック諸島の言語を理解したと報告している。ラトロンガ語は他のポリネシア語の中で最も理解しやすく話しやすい言語である。 2013年の国勢調査による、マオリ語の和社、5%、50%、120%、20、30%、30、40%、40、50%、50%ほとんどすべての和社は、ニュージーランドのマオリの住民である。和社の数の推定は様々で、1996年の国勢調査では16万人と報告されているが、 マオリ語委員会によると、1995年時の流暢な成人の和社はわずか1万人と推定されている。2013年の最新の国勢調査で報告されたように、マオリ語の会話できる知識を持っていたのはわずか21.31%で、マオリの全人口の1.4%にあたる和社のうち、マオリ語のみを話したのは約6.5%に過ぎなかった。 この割合は人口の約4分の1から21%へと近年減少している。しかし同じ調査でマオリゴを話す人の数は全人口の3.7%だった。自称マオリゴア社の能力のレベルは最低限のものから全体的なものまで様々である。異なる能力レベルの率に関する統計は収集されていない。 マオリ語を母語とする自称話者はごく少数である。残りはいくつかの単語、または区のみを使用する。マオリ語は、今でも、ノースランド、ウレウェラ、東ケープ地域のマオリ居住地で優勢な地域言語である。ニュージーランド中のコハンガれを、マオリ語イマジョニ幼稚園は、マオリ語のみを使用している。マオリの子供をバイリンガルで育てる人が増えている。 第二次世界大戦後の都市化は、マオリ語優位の主要な言語は、マオリ語から、英語優位へと、広範囲にわたる、言語シフトをもたらした。そのため、マオリ語を話す人は、ほとんどの場合、ニュージーランド英語を、第一言語、または、第二言語として、バイリンガルでコミュニケーションを取る。マオリ語だけを話す人は、9000人ほどしかいない。マオリ語の主要は、 マオリのディアスポラにおいてはニュージーランド本国よりもはるかに少ない。オーストラリアの国勢調査によると2016年のボゴア社は11747人でオーストラリアのマオリ人口全体のわずか8.2%に過ぎないがこれはマオリ移民のオーストラリアへの出国が増えたことによるものかもしれない。マオリ語にはもともと固有の文字体系がなかった。マオリが かつて使用していたペトログリフはイースター島のロンゴロンゴに似た文字に発展したことが示唆されている。しかし、これらのペトログリフが真の文字体系に発展したという証拠はない。集会所のカウハイワイの中のいくつかの独特の印はワックポッパを暗唱する際の記憶の助けとして使われたが、ここでも印と意味の間に体系的な関係はなかった。 現代のマオリ語アルファベットは15文字で、そのうち2つは20音字である。e h i k m n n p r t u w WWH。5つの母音には、短い形式と長い形式の両方があり、長い形式はその上に、マークされたマクロンで示されている。R、A、A, E, O, U。マオリ語を、ラテン文字で書こうとする試みは、 ジェームズ・クック船長をはじめとする初期の探検家たちによって始まり、成功の度合いは様々であった。死因が最も困難であったと思われるが、中間及び最終音節の母音は、初期の情報源ではしばしば欠落していた。アン・サモンドは、アキオ、アグイ、月とタンガロアを、トーゲーと、イータンガーローク、コークリメイヤ、カカラメア、トキノトージーズ、ワンヌークと、クメラ、 1801。ハウラキ、P261、P266、P269 のグメラ、ウェーゲートを、ワイカと、バンガバンガを、プングンガ、ツブアと、グレオ、カリー、テプハを、タボウハと記録した。1814年から、宣教師たちは、マオリ語の音を定義しようとした。トマス・ケンドールは、1815年に、A。 コラオ・ノー・ニュージーランドという本を出版した。この本は、現代の聖書法と語法では、H.E. コレロ・ノー・アオテ・アロアと表記される。ケンブリッジ大学のサミュエル・リー教授は、1817年に、ンガープ・ヒンガプイの主張ティートレ・タイトアと、彼の年少の親戚トゥイトゥイト、その後、主張、ホンギ・ヒカ・ホンギ・ヒカと彼の年少の親戚ワイカと、ワイカとと協力して、 北島での語法に基づいた決定的な政治法を確立し、1820年に出版した。例えば、キリーキディは、現代の綴りで、ケリケリとなった。この聖書法は、主に2つの変更を加えただけで、使用され続けている。無性両唇摩擦音の音素を、両唇難航外音の音素、W、と区別するためのワットアワーの追加。そして、 蝶母音の一貫した表示。マクロンは蝶母音を表示するために一般的に受け入れられている手法となっているが、二重母音文字も使用されている。マオリは色字を熱烈に受け入れ、宣教師たちは1820年代に全国のマオリが紙がなくても葉っぱや木炭、彫刻された木。 川などの非常に革新的な材料を使って、互いに読み書きを教え合ったと報告した。ケンブリッジ大学で考案されたアルファベットは、母音の長さを示さない。以下の例は、マオリ語で母音の長さが、音韻的であることを示している。マオリは最初、散発的に母音の長さを示す方法を考案した。マオリが書いた19世紀の写本や新聞には、 時折、母音の長さに一貫性がなく、超音のような発音区別不号や、文字のダブリングなどが見られる。マオリの作家であるハレ本義は1911年の、マオリ、イングリッシュチューターと、ベイドミカムで、アーピラナン型は、彼の、マオリグラマーカンバセーションで使った。1960年代に、 マオリ語が大学で教えられるようになると、母音の長さの表記が体系化された。オークランド大学のブルース・ビッグズ教授系は、二重母音の使用を奨励した。2000年にビッグズが亡くなるまで、このスタイルは標準的なものだった。1987年のマオリ語法で、マオリ語の綴りと聖書法の権威として制定された、マオリ言語委員会が好んで選択したように、 現在では、マクロンが長母音を表す、標準的な手段となっている。現在では、ほとんどのメディアが、マクロンを使っている。スタッフのウェブサイトと新聞は2017年から、TVNZ とンスマのウェブサイトと新聞は2018年から、二重母音を使用する、主な例外は次の通り。内国再入庁は、主に、ターケという語が、 英語のテイクと混同されないように、そのマオリ名をテタリターケではなく、テタリターケと綴っている。かなりの数の政府機関を呼び、非政府組織が、名称に新しい綴りのロープではなく、古い綴りのロープを使い続けている。例として、テロープラランガワツ、オーアオテアロアやテロープポーナムがある。ワイカト地方では、ハミルトン市議会、ワイカト地区議会、ワイカト博物館で、 地元の優位である、ワイカトタイに配慮して二重イン字を用いている。しかし、2013年のワイカト大学のウェブページには、ワードフォーマットの文書にマクロも追加できる、コンピュータプログラムを推進する際に、この二重イン字を、時代遅れと説明している。ニュージーランドの地名の中には、火山島のファカーリや、北島中部のトカーヌ集落のように、 現在でも二重母音字を使用するものがある。タイプライターや旧式のコンピュータシステムでは、マクロンがついた母音を表示するのに、技術的な制限があるため、マクロンの代わりにトレマが使われることがある。マオリ語には5つの音韻的に明瞭に異なる母音と10の子音の音素がある。マオリ語における母音の実現はほとんど変化を示さないと一般に言われているが、 言語学的研究はそうでないことを示している。母音の長短は音音的である。しかし、A、お例外として5つの長母音のうち4つは一握りの語根でしか発音されない。上記のように、マオリ語の綴りでは、長母音をマクロンで表すことが最近の標準となっている。年長の話者にとっては、長母音、特に公母音は、より日中じた、非中王になり、 タンボインはより中下、中央になる傾向がある。長母ンは A であるがタンボインは、となる。若い和社にとっては両方とも A である。年老いた和社の場合は T の後にのみ現れ、他の場所では U となる。若い和社にとっては、ニュージーランド英語の対応する音素と同様に、どこでも、である。 他の多くのポリネシア諸語の言語と同様に、マオリ語の二重母音は同じ音節に属することを除いて、隣接する母音の連続とわずかに異なるだけで、非同一母音のすべて、またはほぼすべての連続が実現可能である。同一でない短い母音のすべての連続が生じ、音韻的に異なる。若いでは、の、 A より狭い母音で始まる。次の表は、バウェル1997及び、ハーロー2006による5母音の音素と、その一部の音を示したもので、下の位置の解剖学的な母音三角形の中で、大きな空間を占める音素もある。例えば、蒸気のように、U は、として実現されることがある。単母音の他に、マオリ語には、多くの二重母音の音素がある。 どんな単母音の組み合わせも可能であるが、どの組み合わせが二重母音を構成するかについては、研究者の間で意見が一致していない。フォルマンと周波数分析では A、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 O を二重母音として区別する。マオリ語の死音の音素を次の表に示す。マオリの十個の死音文字のうち七個は、国際音声記号と同じ発音になっている。そうでない場合は、 IPA の表記規則に従って各括弧で囲まれた IPA の音声表記が含まれている。ワットアワーの発音は非常に多様であるが、最も一般的な発音は新島摩擦音 IPA-F である。もう一つの用は両唇摩擦音 IPA であり、これは通常ヨーロッパ系上陸以前の唯一の発音であると思われるが、言語学者は この過程が真実かどうかを確信していない。少なくとも1930年代までは、両唇摩擦追いが正しい発音であると考えられていた。借用において、英語の F が、ワットアワーではなく、P として転記されるという事実の場合は、ウェピュアではなく、ペプウェレになったは、マオリが、英語の F をワットアワーと同じ音ではないと認識していたことを、強く示唆している。 英語の破裂音 PTK はおおむねおびきするため英語話者はマオリ語のおびきしない破裂音が英語の BDG に聞こえることが多い。しかし若いマオリ語話者は英語のように PTK を待機させる傾向がある。英語を話す人はまたある位置ではマオリ語の R が英語の L として聞こえる傾向がある。 このような聞こえ方から、北島の虎川や南東のオタゴやワイホラなど、マオリ語では、綴りの間違った地名が生まれている。現代のマオリ語では、t は、i、の前で、破殺音、p s になる。難は、後島でも現れる。例えばシングアロングを、死ぬ気で発音するように。ニュージーランド以外の英語を話す人にとっては、扱いが難しい。北島西部の一部では、 h は、正門破裂音、w は、w と発音される。r は通常、特に、a の前では、弾き音として発音される。しかし、それ以外の場所では、時に、フ震え音となる。英語からの借用において、多くの英語の芯は最も近いマオリ語の芯に、単純化されている。例えば、英語の摩擦音、d, d, s, o, h 英語の、 F, O, P, 英語の L, O, R と発音する。マオリ語の音節には V, VV, CV, CVV v v のいずれかの形式がある。この4つの形式は V という表記法で要約できる。この表記法では、カッコ内の節は存在しても存在しなくても良い。音節は2つのシーンで始めることはできず、シーンで終わることもできないが、一部の話者は時折、 最終母音が無性化することがある。可能な CV の組み合わせはすべて文法的なもので、あるが、お、ふうう、うの組み合わせは、ブール、用語ウーチュプロ、サッカーなどの英語の借用語でしか使用できない。他の多くのポリネシア語、例えば、ハワイ語と同様に、英語からの外来語の借用は、外来語のすべての英語シーンを表し、 シーンクラスターを分割することを含む。例えば、長老派はペレヒペテリアナとして借用された。借用後のシーンの位置は削除されていないが、S と B はそれぞれ H と P に置き換えられている。通常、強制は単語の最後の4つの母音の中にあり、長母音と二重母音は2倍に数えられる。つまり、最後の4モーラである。 しかし、強制の置かれたモーラは強制を置かれていない、モーラよりも長いので、マオリ語では他の言語のような正確さはない。最初の長母音に優先的に、長母音がない場合は、最初の二重母音に、そうでない場合は、最初の音節に配置される。複合語は、各構成語に、強制のある音節を有することができる。 長い文章では、休止の前の最後の音説には、通常の強制のある音説よりも強い強制がある。北島方言ビッグズは、歴史的に二つの主要な方言グループ、北島と南東があり、南東マオリ語は絶滅したと提案した。ビッグズは、北島のマオリ語を、島の南北塾にほぼ沿った境界を持つ、西側グループと、東側グループからなると分析している。 これらの広い区分の中で地域的な差異が生じ、個々の地域は部族的な差異を示す。主な違いは単語の発音、語彙の変化、イディオムである。マウリ語を流暢に話す人は他の方言を理解するのに問題はない。方言間で文法に大きな違いはない。文法の部族的変化の大部分は好みの問題である。ある地域の話者は ある文法形式を別の文法形式よりも好むかもしれないが、時々好ましくない形式を使い、少なくともそれを認識し、理解する機会がある可能性が高い。語いや、発音の変化は大きいが、コミュニケーションの障害にはならない。島の南西、湾岸地方とタラナキ地方では、音素 H は正門破裂音であり、音素ワーは W である。この違いは、1990年から2000年にかけて、当時提案されていた、ワンガヌイ氏の名称を、ワンガヌイから、ウォンニュイに変更することをめぐり、大きな議論の的となった。トゥーホエと、東部ベイオブプレンティでは、ナンガ N と合流した。最北部の一部では、ワットアワーが W と合流している。絶滅した、南東の方言では、ナンは、 多くの地域で K と合流した。したがって、カーイタフと、ガーイタフは同じ由の名前の変形である。2000年以来、政府はいくつかの南部の地名の正式名称を、南を K に置き換えることによって、南部方言の形式に変更してきた。何世紀にもわたって、K と南が融合する、マオリ語南東方言で、アオラキ他のマオリ語で、 青ランギとして知られていたニュージーランドの最高峰は後にクック船長に敬意を表してクック山と名付けられた。今では正式名称は青らきマウントクックとなっており地元の方言が好まれている。同様にマオリ語でスチュアート島を意味するラキウラは カンタベリーのマチランギオラと同型の名前である。同様に、ダニーデンの主要な研究図書館であるホッケンコレクションは、北部のトゥヘール・タオンガオ・ハーケナではなく、ウアレ・タオ・カオー・ハーケナという名前を持っている。グドールグリフィスは、K から G への合流もあると言っている。これが、オタゴ地方とそれにちなんで名付けられた、入植地オタコウの綴りが異なる理由である。 ウエストランドのワイタンギタオナ川は、一つの川が、自然分離して二つの異なる川になったが、それぞれ異なる方言で名付けられた。北の川は、ワイタンギターフナ川と名付けられたが、南の川は、ワイタキターフナキテとかとなり、南の方の綴りがより一般的であった。南のは、標準マオリ語で、キテトンガと表現される。また、これらの南部方言では、 標準的なマオリ語の R が L に、ワットアワーが W に変わることもある。このような変化は、ワイホラコや、バンクス半島のワンガロアや、リトルアカロアの沿岸集落などの地名によく見られる。エムグドールとグリフィスは、最終音節の母音は、曖昧母音として発音が中、中舌中央化するか、省略され、結果的に、キルモッグのような見かけ上不格好な地名になり、 標準的なマオリでは、キリモことされるが、南部の方言では、現在の名前が示唆するように非常によく、発音されるだろうと主張する。この同じような省略は、他の多くの南部の地名にも見られる。例えば、パーマーストンとアカロアの近くにある二つの、小さな集落座景気や、ワカティプコ、ワガディブと初期に綴った地名などである。標準的なマオリ語では、 ワカティップは、ワカティップアと表現され、さらに、最終部位が除去されていたことを示した。南東方言は公式には絶滅したと考えられているが、オタゴやサウスランドの多くの行政機関や教育機関は、看板や公式文書での使用を奨励している。ビッグズは、マオリ語の基本単位は、単語ではなく句であるという分析を展開した。語彙的な単語は、区の、 動きを形成する。定冠詞を取ることができるが、言葉の句の核として生じない動きを、名詞は、含む例以下、またはラーカウ。複数は、定冠詞、時期示せ的生じて、ラーラーカウ、エラーラーカウ、所有代名詞タクファーレア悪ファーレーを含む、様々な手段によって特徴づけられる。複数型で母音が長くなる名詞もある。例はひねはあ、ひね状態同士は、 動詞として使える語気として機能するが、受動文には使用できない。オラ、地下など。文法では、一般的に、状態動詞と呼んでいる。文の中で使われるとき、状態動詞は、他の動詞のような語気とは異なる構文を必要とする。位置を示す語気は、位置を示す、普遍化式に、直接続くことができ。例えば、ルンガ、和ホ、および、 地名のようなものがある。人を示す語気は、木の後に人を示す漢詞をとる。人の名前、擬人化された地、認証代名詞はイ、メア。他のすべてのポリネシア言語と同様に、マオリには、動詞的生じ代名詞、位置の生じ定の生じ所有の生じなど生じが豊富である。動詞の生じは、それらが関係する動詞のアスペクト特性を示す。 か、あい、くアきーや、みー、いー、けい、いな、またはアナ、あな、いーあななどがある。代名詞には、単数形、総数形、複数型がある。複数型と総数形の両方の異なる一人称の、形式は、聞き手を含むグループ、または聞き手を含まないグループに使用される。一生字とは、時間及び、または空間における位置を指し、キケイアイ。 および兵が含まれる。所有は所有者と所有対象の間の関係によって、A と O で示される二つのクラスのうちの一つに分類される、演じたまりきや手松は、親の子を表すが、手松は大演じたまりきは、この親を表す。定冠詞には、手と演じ、および所有を表すターを、等が含まれる。これらは代名詞とも結合する。指示的な障子は、 直締めせ機能を持ち、丁寧、これ、丁ーなー、それ、ラーら、あれ、前述のタウなどがある。他の定めを表す障字としては、定部屋、丁多比、t で始まる定めを表す障字は、t をドロップすることによって、複数型を形成する、丁寧、A 寧、不定関詞比は、通常、それが使用される句の冒頭に置かれる。不定関詞は、語気が不明確。 または、名目上使用されるときに使用される。これらの句は、不明瞭な名目上の句として識別することができる。漢詩は、英語の、A または、サムに翻訳することができるが、その数は、ひによって示されない。不定漢詩ひが、水や砂のような大量の名詞と一緒に使われるときは、常に、一定のを意味する。固有名詞の漢詩 A は、 認証名詞や場所名に用いられる。固有名詞は、定冠詞、または不定冠詞が、名称の重要な部分でない限り固有名詞を表す、生児の上に持たない。英語の例、The US は定冠詞を伴う固有名詞。固有名詞を表す生児は、常に固有名詞を含む句の中にある。一般に、就職語として使用される語きは、 それらが就職する動きに従う。例えば、松はワヒネから、松はワヒネマオリ語の代名詞の模式図他のポリネシア言語と同様に、マオリには代名詞と所有格に3つの数、単数形、総数形、複数型がある。例、いや、ラーは、ラーと。マオリ代名詞と所有格はさらに、排他的、我々はと包括的、我々は、 二番目と三番目を区別する。複数の代名詞、マートータートーコートーラートーを持つ。この言語は総数型代名詞、マーウは、タウは、コルは、ラーウはを特徴としている。除外型と包括形の違いは対象者の取り扱いにある。三人称で言えばマートーは、話し手や、その他の人を指すが、聞き手は指さない。一方、 タートは、話して聞きて、その他のすべての人を指す。マオリ語で話される句は、核と終焉に分けることができる。核は意味と考えられ、語句の中心である一方、終焉は、文法的な意味が伝達され、核の前後に発生する場所である。核のファーレイは、家と訳すことができ、終焉の手は、英語の定冠詞座に類似し、 終焉の姉は話し手への近接を示す。この句全体は、この家と訳すことができる。マオリ語で、否定的な語句を形成することは、極めて文法的に複雑である。様々な状況で使用されるいくつかの異なる否定字がある。四つの主な否定字は次の通り。キーハイとテイは特定の方言や古めのテクストには見られるが、 一般的にはあまり使われていない。最も一般的な否定字はカーホレで、これは上に示した4つの形のうちいずれかの形で現れるが、このうちカーは質問への応答にのみ使用される。否定句は以下に示すように動詞的生子の形にも影響する。カーホレの一般的な要例を以下に示す。主語は通常否定句で定起されるが、これは 義務的ではない。否定句の、隠例は比較のため、対応する肯定表現と共に提示する。マオリは不況の時代から、英語の名前を、曜日や月に合わせて使っていた。1990年頃から、マオリ語委員会、ペタウラ・ウィリー大手、レオ・マオリは、新しいセットを推進してきた。曜日には、ヨーロッパ語以前に相当するものはなく、 異教徒の英語名の起源を反映している。その委員会は、その年の月を伝統的な部族の退院歴の一つに基づいて決めた。ニュージーランド英語は、マオリ語から多くの語を借用しており、特に鳥、植物、魚、場所の名前が多い。例えば、国鳥のキーウィは、マオリ語に由来している。キアオラは、マオリ語起源の挨拶として広く採用されており、 こんにちはを意味する。これは、また、ありがとうを意味することもあり、または会議での発言者との合意を意味することもある。マオリ語の挨拶語、テーナー声テーナーコールは、テーナー,コートを、ハ入れ、ラーなども広く使われている。マオリ語の、キアカハ、強く、あれというフレーズは、ストレスの多い仕事を始めたり、 困難な状況にある人の精神的な支えの表れとしてよく使われる。ファーナウやカイといった多くの言葉もニュージーランド人に広く理解され使われている。ありがとうございます。